不安がピークに達したぐらいの時に目の前で交通事故を見かけたんですね。こんにちは、橋本彩子です。初めてご覧いただく方もいらっしゃると思いますので、改めて自己紹介させていただきます。私は地方在住でライター歴が約20年あるアラフォー独身です。毎日読書をしているので、読んだ本やこれまでの人生経験から学んだ人生をより豊かに幸せに生きるためのノウハウをお届けさせていただきます。今日お伝えするのは、恐れや不安に支配されている時の悩みの解決法ということで、例えばお金のこととか仕事のこと、人間関係など、いろんな不安を抱いて、それがストレスになっている方いらっしゃると思います。で、私自身も起業した直後に借金を抱えてしまって、返済に追われる毎日を過ごしていたので、ものすごくいつも不安だったんですよね。督促の電話とかも毎日かかってきてたので、その時に救われた本がありますので、ご紹介させていただこうと思います。デール・カーネギーの「悩まずに進め、新たな人生を始める方法」という本です。このデール・カーネギーさんがどういう方かっていうと、人を動かすとか道は開けるなどのベストセラーになった本で、名前が知られています。カーネギーさんのプロフィールはここに簡単に記載しておきますけれども、もともと訪問販売の営業のお仕事をされてて、そこでご自身が勤めてた支社がトップの成績を収めるまで営業成績をぐんと伸ばしたっていう方で、その会社を辞めた後にキリスト教青年会 YMCA という団体で人前で話すスピーチの先生になりました。で、1912年にカーネギーのトレーニングのコースがスタートして、1936年に「人を動かす」っていう本がベストセラーになりました。人のモチベーションを上げて行動させる方法のプロフェッショナルの方と捉えていただければと思うんですけど、その方が書かれた悩みの解決方法になります。道は開けるっていう本にも同じような内容が書かれてあって、その道は開けるの中で悩みの解決方法っていうところに特化したのが、この「悩まずに進め」っていう本ですので、今悩みや不安や恐れを抱えていて、それをなるべく早く解決したいという方はこの本がいいかなと思ってます。その中で特に私が学びになったなっていうポイントをご紹介させていただきます。まず1つ目が、今日1日の枠の中で生きる。将来のこととか月末の支払いどうしようとか、いろんな不安あると思うんですけど、でも今日1日屋根のある家で暮らせて、何事もなく床につければよかったと、明日以降のことは明日考えようっていうふうに整理してました。未来のこと考えても、もう本当にキリがないんですよね。いつ大災害が起こるか分かんないですし、事故に遭うかもしれない。今この瞬間に自分が何事もなく無事でいられたっていう、そこに感謝の気持ちを持つっていうことが大事なのかなと思ってます。私自身のエピソードで言うと、月末の支払いとかね、いつもどうしようっていう時期があって、いつも不安だったんですよね。不安がピークに達したぐらいの時に目の前で交通事故を見かけたんですね。その事故に遭われた方を見て、自分の悩みがすごくちっぽけに思えてきたんですね。で、今この瞬間に元気で生きてる自分っていうのが本当に素晴らしいなっていうふうに思えて、もうそれから先のことを不安になってもしょうがないので、もう今この瞬間にできることを最大限にやるっていうことに意識をフォーカスするようにしたら、将来の不安に支配されるっていうことはなくなってきました。もう一つが、ウィスキャリアの魔法の公式を試してみようっていうことで、ウィスキャリアって何ですかっていうことだと思うんですけど、これ本文中に書かれてある公式で、3つの公式があります。1つ目が、自分に次のように問いかけます。問題を解決できなかった場合に起こりうる最悪のシナリオは何なのか。例えば月末支払いができない、で収入がずっとなくて家を追い出されるかもしれないっていうことになったらどうしようって思った時に、例えばコンビニの深夜バイトとかをして目先のお金は稼ごうかなというふうに考えました。最悪のシナリオっていうのが常にあれば、死にはしないから大丈夫かなっていうふうに思ってます。必要であればその最悪のシナリオを受け入れる覚悟をするっていうことで、今不安になってることが実際起こってしまったりとか、問題を解決できなかった時に、そこで起こる最悪なことを受け入れる覚悟をすれば受けて立つぞと、大丈夫かなっていうふうに思えるようになると思います。例えば家族間の人間関係で悩んでた場合、最悪パートナーの方と離婚っ
ってなった場合、経済的にどういうふうに自立して生きていくのかっていうシミュレーションができてれば全然大丈夫かなっていうふうに思えるようになると思うので、経済的な不安がある場合、子育てと仕事の両立ができるかなっていうところで悩まれてる、不安になってる方がもしいらっしゃったら、実際にもうそれをできてる方から学ぶのがいいのかなと思います。実際に子育てをされながらお仕事でも成功して経済的にもしっかり自立されているような方の、そういう方をロールモデルにしてその方から学ぶっていうことをすると不安はなくなってくるかなと思います。ウィスキャリアの魔法の公式の3つ目が、すでに受け入れる覚悟をした最悪のシナリオを改善する方法を考える。現状のままでいくと最悪のシナリオになってしまうなっていうふうに、そこをイメージしたら、そうならないようにするためには今この瞬間に何をするべきか、今日から何をするべきかっていうことを具体的に計画を立てますっていうふうにして、不安な感情に支配される暇がなくなります。今言葉に出たんですけど、悩みを解決する方法として、忙しくしてることによって悩みを心の中から追い出せっていうことになります。やるべきことをやってれば不安なことを考える暇もないですし、ラッキーなこともいろいろ起こってくるんですよね。でも何もしなければずっと不安な感情に支配されてるままで、ずっと自分が辛い状態になってたり悩んでてしまいますので、今現状不安で辛い方も、その現状をちょっとでもより良くするためには、改善するためには何をするといいかっていうことを考えられるといいかなと思います。でそこで気をつけたいのが、私個人的に思うことなんですけど、他人と自分を比べないっていうことで、他の人と自分を比べてもキリがないので、昨日の自分よりも今日の自分の方が良くなってればそれで OK っていう風に、ちょっとずつ進歩してる自分を自分で褒めてあげるっていうことをやっていただきたいかなと思います。で必要に応じて自分を褒めるノートみたいなのを、自分ができたこととかいいところをノートに手書きで書き出すっていうのも一つの方法かなと思いますので、よろしければ試してみてください。次の格言が、おがくずをノコギリで引こうとするな。日本で有名なことわざだと、覆水盆に帰らず、要はもうこぼれてしまったものは戻らないんだから、それを悔やんでも何もならないよっていうことで、よくあるのが投資の失敗とかですね、買った株がもうすごく下がってしまった、ほとんど資金がもうなくなってしまったってなったら、もうそれはしょうがないんですよ。そこを悔やんでも嘆いても帰らないので、だったらその分をどういうふうに挽回するかっていうことを考えた方がいいかなと思います。私も人生で何度かありまして、もうそうなってしまったものはしょうがないので、その分を自分の生きるためのエネルギーにしていくっていうことをやっていくと前向きになれるんじゃないかなと思います。失ってしまったものはしょうがないから後ろを振り返らないっていうふうに考えると、必要以上に自分を責めるっていうこともなくなるんじゃないかなと思います。などのエッセンスをご紹介させていただきましたけど、この本には他にもたくさんのお悩みの解決方法が載ってます。お金の悩みに特化した章があったりとかもしますし、仕事とか人間関係とか、いろんな悩みにこう共通して言える解決策がたくさん載ってますので、もし今現状何かで悩んでて解決の糸口を見つけたいなっていう方にとっては必ずと言っていいと思います、役に立つ本だと思いますので、ぜひ読んでみてください。本の Amazon リンクは概要欄の方に貼っておきます。他にもこの本で学べるエッセンスを私のブログの方に記載してますので、そちらも概要欄の方に貼っておきます。ということで、この動画が参考になったと思っていただきましたら、高評価のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。 LINE 公式アカウントでは在宅ワークに関する情報を定期的に配信しておりますので、よろしければそちらの方も過去投稿もタイムラインからご覧いただけますので、ご覧になってみてください。このチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。